エスカイネ VS アシュラ。まず一組目の発表はエスカイネ VS アシュラ、この対戦組み合わせとなっております。さあご着席いただきましたので、まずはエスカイネの方から自己紹介と対戦相手決まりましたので、対戦相手の印象を聞かせていただければと思います。お願いします。From West Makila エスカイネです。対戦相手アシュラ君で、結構熱持ってバトルは仕掛けてくると思うんで、俺もいろんな視点で今回ラストのバトルなんで、しっかり優勝で締めようと思います。お願いします。ありがとうございます。続きましてアシュラの方、自己紹介と対戦相手の印象一言いただければと思います。アシュラです、よろしくお願いします。対戦相手、まあ、エスカイネ、めちゃくちゃリスペクトしてるし、ヒップホップやってる同士バチバチやれたらなと思ってます。以上です。どれぐらい仕上がってますか？仕上がってるか、はい、モチベーションというか。まあそうですね、まあここまで来たらやるしかねえと思ってるんで、まあそれがたとえエスカイネじゃなかっただろうと、まあエスカイネだろうと、まあやることやるだけなんで、まあ背負ってるものが違うっていうところをまず見せようかなと思います。以上です。モチベーションはいかがですか？まあどのバトルでも変わらず、自分のスタンスとルーティーン意識してとか、自分がやりたいことをそのバトルまでやり続けてって感じなんで、今までと変わらずバトルのスタンスも貫いてそのままって感じですね。仕上がりもそのままのペースで、でまあ今回ラストの大会っていうことなんですけど、まあそれでね、ラストの大会が行き急いでもらうと負けると思うんで、いつも通りの安定を保って勝とうと思います。ツイッターで負けられない理由があると書いてましたが、その理由は何でしょうか？22日も分かると思います。以上です。エスカイネさんにも質問なんですけれども、同じく負けられない理由とかありますでしょうか？まあそうですね、前回それこそ、まあ、2年前ですけど、呂布さんに1回戦で負けて、自分は結構賞金ってよりもビートが欲しい目的で取りに行ってたんで、そこで1曲も手に入れられなかったのが結構悔しかったなと思ったんで、このままその優勝して、その全曲ビートで EP でも作れたらなっていう感覚ではいますね。そこで負けられないかなっていう部分はあります。ありがとうございます。それでは正面を向いてポーズの方をお願いいたします。ありがとうございます。それではお二人様ご退席いただいてありがとうございます。さあさあ、第一発表目、第一組目の発表はエスカイネ VS アシュラということで、